実践実証竹下塾成功者の条件ということで、今日はカルチャー文化の面のですねお話を差し上げたいと思うんですけども、各地で講演やセミナーを開いたりですね、あとは各地で経営コンサルのことをやってるんですけども、近頃オーナーの方からですね、地域性を生かしたですね、要は新しいビジネスプランビジネスアイデアみたいのはできないでしょうかっていうお尋ねがだんだん多くなっています。まあ、まさしくですね、時代に適応した考え方じゃないかなと、むしろ僕は遅いくらいじゃないかなと思いますね。やっぱり企業なり事業体である以上は地域に還元していくという文化を要は育てていくという部分も大事になってくるのではないかと思います。ということで、今回はカルチャー文化ということですので、ぜひ皆さんも考えてみてください。それではまた。